ましょう。道のてっぺんだよいしょというわけでサードシーズン2回目でございます。はい、はい、まあね、まあ前回はちょっとやらかしてしまいまして本当に大変申し訳ございませんでした。過去のことは忘れましょう。そうですね、はい、今日は本当にこの言葉通り昨日なんですよね。昨日、そして今日が2戦目ということで、はい、2戦です。ちょっと僕はあの新シーズンになって、はい、すごい気になってることが一つあったんですよ。前回から、はい、メガネっ子に変えたんです。いや違うんです、特にその五十嵐マリアさんを意識してるとか、はい、皆さんを意識してるとかではなく、はい、ちょっと目の下がちょっと今腫れてて。あ、マジですか。そうなんですよ、だからちょっとブスなんでそれ隠すためにメガネをしてて、はい、なんで俺にめっちゃ目言うんすか。だからちょっとそれが腫れが引いてきたら撮りますんで。なるほど、いやお似合いだなと思って。あ、本当ですか。マジで、はい、僕はあのメガネにはうるさい男なんで。そうでした、はい、お好きでしたね。はい、だから似合うなと思って前回から見てたんですけど。あ、嬉しいです、はい、まあ、良ければこのままね。あの顔俺なんすか。いや俺何も言ってない、なんで俺にそんな訴えかけてくるのかなと思って俺何も言ってないですよ。メガネも似合います。あ、いいんじゃないですか。色違った。そんな形で、はい、まあ、いろんなものが新しくなったてっぺん道サードシーズンなんですけれども、はい、まあ、一番変わったのが、うん、まあ、今までのミッションのクリアした時のシステムと、うん、報酬とか、はい、ルールとか、それがこうバトル界にうまく絡んでくるような形になったっていう、はい、まあ、そういったところが結構変わったかなと思うんですけども、そうですね、ちょっと、はい、もう一回ルールをちょっと VTR でおさらいしておきますか。あ、もう一回今週も、おー、いい、はい、いいと思います、いいと思います、いいと思います。はい、こちらご覧ください。てっぺん道とは、嵐と道井遥が番組から課せられたミッションをクリアし、ご褒美獲得を目指す番組。達成したミッション数に応じて様々なご褒美をストックしていき、定期的に訪れる特別会でゲストに勝利するとストックした中から一つご褒美獲得のチャンスが訪れる。果たして嵐と道井の運命やいかに、という感じです。なるほどなるほど、はい、まあ、おさらいしておきますと、うん、我々が1戦ごとに、まあ、今まで通り3つのミッションに挑みますと、はい、ミッションのクリア数に応じてボックスにカラーボールが投入されていきます、うん、で最終的にバトル界で勝った方のチームがそのたまったボールの中からこう1個引いて、そのボールに応じた、プレゼントを、はい、まあ、我々なのか視聴者様なのか、はい、プラス相手チームなのかみたいな感じで、うん、まあ、そういった結構抽選方式が面白い、はい、まあ、要は報酬をランクアップしつつ、うん、最後に決戦で抽選みたいな、うんうんうん、まあ、なんかパッツルでありそうな、ね、面白いです、はい、ゲーム性が本当に面白いゲーム性になったなと思うんですが、はい、今回は何やるんですか。今回はパチンコやってもらうかな。ちょっとね、昨日のあれ見てると、おいおいおい、パチスロじゃないなと。いや、もういきなり番組の本編を作らないから。どうなっちゃうの。はい、一旦パチンコ挟んどこうか。ニヤにして。早いな。でも、もともとの師匠のフィールドは、もうパチンコの時は師匠って呼んでますけど、師匠のフィールドはこっちやん。まあそうですね、もともとね、はい。でもただ、まあ、パチスロも最近好きでしたから、はい、どんどこむさたなとこもありますけど、はい、まあ、じゃあパチンコということで、はい、気合い入れていこうと思います。はい、はい、すいません、おはようございます、失礼します。ちょっと師匠を待ちましょう。行ってきます。はい、ありがとうございます。あ、師匠、あ、いらっしゃいました。師匠、あれ、どこでしょう。いや、場所はちょっと、あ、師匠、これですかね。師匠、師匠、今日は師匠なんだよ。あ、いやいやいや。じゃあどれにしましょう。師匠、これこれ、あ、でもちょっと狭いですね。いや、でも、まあ、まあ確かにこっちにします。じゃあこっちにしましょうか。これにします。じゃあ今回は P 北斗の剣とも、はい、LT ラッキートリガー機を打っていくということで、強敵と書いてともですよ。はい、私たちにぴったり、ぴったりでございます。よろしくお願いします。お願いします。で、P 北斗の剣とも LT を、おー、ラッキートリガーの、はい、あ、いいっすね、俺めっちゃ打ってみたかったんですよ。あ、
ね、あの防強性のいわゆるライトスペックみたいな感じに、はいはいはい、ラッキートリガーついてますので、だって初当たり99分の1ですよね。そうですよね、我々にとってみたら弱レア役すぐ引きますよね。いや、はいはい、もう弱レア役ですよ。弱地行く感覚で当てりゃいいんですから。そうですよね、すごい。だから1回やってみたいなって本当思ってたんです、うんうん。しかもやっぱラッキートリガーも入りやすいと言われてる機種になりますので、はい、私も結構ホールであんまり打ててないので楽しみです。あ、ちょうどよかったです、はい、いやこれめっちゃ楽しみですね。99分の1もちょうどよかったですよ、はい、うん。で319でもいいと思ったんですよ。あ、やっぱ師匠は重い方が大きいですかね。いや、重い分書いてくるのも大きいじゃないですか。はいはい、はい、でもただそのラッキートリガーに関してはそうそう、もう入っちゃえばもうデカッドカット、まあ、可能性もあるの で、はい、でね、だから手数を出せば、だからもうボクシングと一緒に、うん、こうジャブジャブジャブからのストレートを狙っていく感じですね。小島さん、はい、はい、ありがとうございます。まあそんな感じのラッキートリガーちょっとやってみたい、はい、うんうん、俺はもうほんとそう思ってたんで、ね、2人並んでね入れたらいいですよね。はい、まあやっぱこう師匠今回もよろしくお願いします。いや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 、私も初めてのラッキートリガー、今日のミッションはいなんですけど、はい、じゃまず1つ目、トモラッシュ突入と。トモラッシュ突入、トモラッシュ、それはトモラッシュって入るやつですね。そうですよね。だから200分の1ぐらいで入るやつですね。何でもかい目あったもんですよ、この番組は。むしろ入んなかったらもうこの番組ないから、今回は。ただのラッシュ。確かに。で、2つ目は、じゃ2つ目はラッシュで10連以上達成と。あー、どこ見てる。あれですもんね、そのハイパーの方行かなかったら 70% ぐらいしか。そうなんですよ、70% だと10連は結構頑張んなきゃなって感じですかね。でも多分それ達成しないと多分負けてもね。いや、本当そうですね、終始が結構不安定。なるほど、まあまあそれやるしかないですね。はい、で3つ目、はい、ハイパートムラッシュに入れろと。ラッキートリガー、ラッキートリガー、ラッキートリガーですね。基本的にですよ、はい、ラッキートリガー機を打ったらやっぱラッキートリガーに入れないと多分番組として成立しないもんな。本当ですよ、もう一個ね目的ですから、はい、大丈夫ですかそんなこと言って。まあ難しいとは思いますけど、やっぱりそう簡単に通れるもんじゃないかもしれないですけど、うん、でも逆に言うと僕その人が打ってるのを見たり、はい、あとは実際に出してるところの近くにいたりしたことがあるんですけど、うん、はい、結構そのラッキートリガー引けなくても、あ、割とこう楽しめるんだなっていうようなラッシュのループも見たりしてるんで、はい、まあ、そういうところも味わえればいいかなっていうのを思いますよね、はい。まあ、でもさっきもおっしゃってましたけど、だけどあの初当たりが軽い分、はい、本当に手数を重ねていけば。もう一回やります。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、なんかね、いずれは引けそうな雰囲気はしてます。はい、いずれは引けそうな雰囲気。さあ、というわけでサードシーズンに入ってもふんわりした感じで我々は騎士を語っていくことになるとは思うんですけども、はい、今回はしっかりラッキートリガーを射止めて、またピンクのボールを投入できるように、もう1個入ってますから、はい、2個目を投入できるように頑張っていきたいなと思います。はい、さあ、みちぃさん、はい、今回は珍しくというか、ね、パチンコ会ということで、はい、パチンコ会、まあ、僕はですね、マジで本当のド素人なんで、いやいやいや、結構なんか打ってるイメージですけど、多分ね、これはほとんど打ったことないです、うん、はい、ラッキートリガーの方じゃなくてメイン機の、メイン機の方は打ったことありますけど、はいはい、もう何にも当たってないんで、下手したら当たってない、はい、大問題でございます。まあ、とりあえず頑張りましょうか。はい、ラッキートリガーに入れたいですね、はい、入れたいですね、はい、これカスタムはどうした方がいいですか。カスタムはですね、おすすめのやつ、まあ、お好きなようにって感じなんですけど、はい、私はいきなりフラッシュは入れたいなって感じ。いきなりフラッシュ、あ、これですね、はい、左右共通いきなりフラッシュモード、じゃあこれだけ僕も入れてみてって感じします。 ありがとうございます。では行きましょう、サードシーズン第1回目のパチンコ会。そうですね、昨日ね、ちょうど1回目の収録、そうですね、連戦なんで今回は、まあでもあそこまで結構投資がかさむってことは初めてぐらいですかね。まあてっぺん投ではなかったですかね、あんまり あそこまではなかった気がします。はい、まあ、今回初当たりは非常に取りやすいと。そうですね、 99.9 分の1なので、はい、まあ、そういう意味ではちょっとリハビリじゃないですけど、そうですね、はい、体勢を立て直す上ではいい試合です。はい、体に当たりを慣れさせる、慣れさせる、はい、やっぱ勝ち癖をつけるっていうのはどんな勝負ごとでも大事ですから、うんうん、
戦ってくるんだったらこちらも正々堂々戦いますし、はい、おー来ました。来ました、本日一発目。で保留変化、今のところ青、ね、はい、はい、もうなった時点で 80% ぐらいありますから。ありがとうございます。あ、355チャンスレッドやった。あー、あらら、ついこれが、これなんですか、フレネル船長、これ違うのか、はい、なそのフレネル船長っていうの名前で分かんないじゃないですか、うん、フレネル、私も名前が、名称が。そうなんですよ。ただ赤保留なんで、もうまあ赤保留はだってその時点で来たよ、93% ありますよね。金テロップ出てます。あー、金テロップ出てる。もう安心してください。やりました。見つけられない、見つけられないうちに流れてく。フド、フドは30何パーぐらい。あ、もう赤テロで、おいしい。はい、ありがとうございます。かっこいいですね、かっこいいですね。僕とはあ、竜が突入した時点で 79.6% で、もう優勢ルートだったら 89% 以上ありますね、はい、優勢劣勢でも強いし。もう投資株だって90何パーとかありましたね。はい、もうです。 97.9% あ、これがなんかフレなんとかわかんないけど、このなんか割れたやつが出てくる。あ、ダメ、ガラスが、ガラス、また 50% を取れるかどうかですね。ふぅ、おはようございます。おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。やっぱ90、まあ100切ってますもんね。そうですね、はい、やっぱ引きやすいなとはすごい思います。はい、36回転で投資が3000円です。ありがとうございます。あとは、70% で、あれ50回転のうちに45分の1を引けばいいんですよね。はい、そうです。はいはいはい、でそのうちの間に 50% 射止めれば、はい、ラッキートリガーがキュンと引けると。ジャギ様ですよ、ジャギ様。おお、若い、かわいいですね、初転廃のジャギ様。ありがとうございます。早いスタートや。 20% のうち 10% を取りましょう。あー、うん、違う、嘘を逆転した。昇格もあるんです。当たることが大事ですね。真剣。おお、当たった、スッと当たりました。すげえ。あー、ありがとうございます。やったー、9位で当たるじゃないですか、すごい。お待ちしております。はい、50%。ああ、なった。おいくらになりました。これは変化しない。あ、シャオ予告、シャオ。しかもそこに、ありがとうございます。頼む、あ、しょうがない。あっちゃー、ありがとうございます。で、これが昇格します。お、ラクス、ありがとうございます。あ、
でミッション1個クリアじゃないですか。そういえばもうラッシュ入ったんだよ。あ、そうそうです、そうです。ありがとうございます。なんかミッション超簡単ですよね。いや、舐められてるんですよ。前回3つクリアしたから今回ゼロだろうぐらいね、多分思われてるんです、制作人さん。見せつけでやりましょう。見せつけましょう。チャンス。あ、来た。あ、俺の命はあと6回転。待ってください、待ってください、4。耐えろ、テロッパか。耐えてくれ、お願い。チャンスだ。ザンフォリオもありますから。そうですね、なんとか。ザンフォ4回転、ただ 1/2。 いけるいけるいける。なあ、だ、じゃあ私がもらっときます。だわば。うそー、うめや。死んだ後したら、あの、梅屋って言っとくといい。死ん、はい、死ん、うん、復活は？あ、ある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 、え、ない。まあ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 、まあでも4回転なんです。いや、もういい感じですよ、台が元気です。元気ですね、元気なのはいいことです。おお、早い。ありますね。あ、8点。あ、でも2点倍です。そしたら真剣バトル。真剣バトル行けばいいですね。山。まあ、そのまま行く。さすがですね。スセット、ご射程リーチ。さすが99分の1だな。いやー、いいです。サクサクね、行きましょう。はい、64回転なんで、ラッシュ抜け後14回転。お、すごっ。すごいですね。私でも当てれます。白。白ですね。青い気が乗ってください。青はケンシロウのテーマカラー。ありがとうございます。すごい。あのシステムに敗北はない。何も使ってません。すごいです。ありがとうございます。え、どういうシステム使ったんですか。何にも使ってないです。つまりあのシステムを使わないことが最強のシステムです。ああいう嘘は良くないんですよ。やっぱ嘘800は。あれは気持ちのメンタル術です。あ、本当ありがとうございます。師匠、今度こそラッキートリガー。ラッキートリガー、まあやっぱ2連続で駆け抜けはちょっとやってないですよね。だから50回転、50回転の駆け抜けは。そうですね。緑、緑は一応いった。リン、リンだ。リン、あ、あれ7点？違う。残り7。失礼しました。ここから見たから。あ、てめえのお家は何色だ？あ、お文字か。でも50倍以上ありますから。剣王。剣王。ナイシャオ、ナイシャオです。ナイシャオ、ナイシャオ。いや、さすがに。おい、ありがとうございます。マス、マス。僕と百裂拳ですよ。ああ、もう百裂拳出して勝てない相手には勝てない。何出しても、はい、おしよしよし、ナイス。よかった。121回転の7号です。7号、いいですよ、いいですよ。やっぱいいですね、 99.9 分の1。いや、やっぱ当たりがまず体感できるっていうのはいいっすよね、はい、マジで。やっぱ319ばっかり打っちゃうんで。はいはいはい。この当たりの感覚やっぱ掴んでいくこと大事だな。やっぱ勝ち癖ですよ。はい。さあ、今度こそ 50% いきましょう。飛ばしてほしいです。え、いけるかもしんない。俺言ってますからね。
しく払います。おーオーケー、やっぱ2、あったかな、他の人こっちだったんだ。あ、元気欲しい、ありがとうございます。そうです、新規代の赤なんだ。あ、やったか、嘘だもん、なんでよ、認める、 45.2分の1、そして 20% のうち 10% を認める、簡単、簡単ですよ、簡単。本当ですか。あ、付き合いたくない、別れる。あ、すごい現金、この人すごい現金。さあ、私の方は、はい、2連720発で終了でございますけれども、ネクスト、あ、連続の音、右打ち中の連続予告なんて、防御音声出ました。あ、もうもろたでしょう、もうそれはもろたんじゃないですか。あれ、覇王、え、覇王像、ああ、そう、あ、びっくりした、そのまま当たるっていう、おう、頼む、頼む、しようとしない、シャオ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 、お兄さん、シャオシャオシャオ、一旦ここで済ませます。お、いいですね、やっぱさすがですね、師匠、一旦、あ、本当にやっぱ乱数を制するものだって、まあ、それ乱数を制するものはもうめちゃめちゃ制するんですよ、制します、はい、頑張れ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 、ケンシロウ、ファイト、アイ、コード撃中、ありました、そう、交互に行きましょう、そうですね、交互に、ダメ、ホルユもダメ、あ、ケンシロウのあれですね、あのマントのやつ、お、何に変化、しかもギター音、これギター音でいいのかな、ギター音もめっちゃ強いですよね、わかりました、はい、いいといいよ、すごい強そうですね、いいですね、うん、ドックンのままだって気がします。おい、梅屋かかってこいや、やってやんぞ、バリガンで髪刈り取ってやるぞよ、この髪を、劣勢、梅ちゃんちょっと優しくして、昨日もね、ご一緒でしたから、そうそうそう、ちょっと優しくしてくれればいいんだよ、あらー、やばそうだ、あっ、いけ、ああ強い、梅屋さん強い、こういうとこありますね、こういうとこあります、はい、こういうとこあります、梅屋さんは本当に、いや、 やっぱ手抜いてくれない、うん、戦うときは常に全力なんだ、あの人、確かに、はい、やっぱいろんな参考になるものあるから、はい、見た方がいいよって言われたけど、豚は豚小屋へ行け、名ゼリフ、名ゼリフですよね豚は豚小屋へ行けって豚小屋へ行け、なかなか言わないですよ、人に成人男性に言うゼリフじゃないから、おー、赤、これは行ったんじゃないですか、いただいたんじゃないでしょうか、ヒットの件も原作を読めないかな、まあ確かに、でも面白いですけど、お、脂肪の塊にすぎる、悪口しか言ってないからな、ケンシロウは本当にさっきから本当にかかってきなさい、我、赤保留ぞ、おー、鈴木雅治剣王、やったやった、
激強、まあもう激強ですよね。激強です。これで外したら引退します。送信か送信か、画面も揺れない、ね、大丈夫ですか引退まだ大丈夫です。サードシーズン始まってすぐ引退は、あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、よかった、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、やっぱ早いですな。早いですよね。24回です、ラッシュ号。素晴らしい。視聴せない。ちょっとまずそうですね。いけます。おお、いけた。ありがとうございます。よかった。いや、来ましたね。いや、そろそろ俺引きそうな気しますよ。そろそろ行きましょう。人生初トリガー。お。ストップした。何を今掴んだ。流れをストップします。なるほど、そういうことですね。おお、嵐さんのとこ行っちゃいました。ごめんなさい。いや、むしろ捕まえちゃいましたよ。初転敗だから真剣バトル行けば濃厚ですよね。初は、はい、真剣バトルで頼まん。北斗の男、あ、ダメでした。かけるけど、そうなんです。マジであれはびっくりしましたね、はい、おー、いきなり真剣バトル行かずに、な、優しい、 いいですね、いいですね、優しいなぁ。いや、すげえな、やっぱ当たりを体感するには本当にリスペクトですね、本当にいいリハビリをさせていただいてます。そのうちに決めたい。おー、赤と赤と大丈夫です。赤大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫、 V いただきました、ありがとうございます。普通に入った、はい、ありがとうございます。結構入れてますね。え、なんか、え、いや、3打数3安打です、ね、今友達に関してはすごい。あとはホームランを、うん、特大のホームランをぶちかますだけですね。お願いします。ずわっずわっ、頑張れ源次郎、頑張れ源さん、よし、続き勝てる、源源さん、いやー、むずいっすね。やってますね、これは。花石さんが一番好きなパチンコ台って何ですか。今までです。はい、歴代、まあ、一番打ったのはロードスターですかね。ロードスター、はい、もう超昔のパチンコ台です。三洋さんのパチンコなんですけど、うん、もう普通にシンプルにこうてん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 っていうのこう絵柄が左右って止まるんですけど、はい、普通にノーマルリーチとかでも全然当たったりする。組物語みたいな感じ。あ、まあそんな感じですね。めっちゃ好きだったんですよ、そのシンプルさが。あとは普通にファインプレーとか、たまちゃんファイトとか、そう役物の羽物をめちゃめちゃ打ちましたよ。へえ。ミッキーさんは。私はですね、花の刑事、新花の刑事です、ね、はい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 、すごく。何に一番ハマったんですか、そっから。私、そんなスペックとか重視しないんですよ、はい、演出とか面白さなんですけど、何よりも刑事がかっこいいんですよ。こんなにかっこいいんだって思って。色気ありますからね、刑事は。本当に色気ありますね、刑事って。あんなに色っぽい男はいないですよ。いないですよね。めっちゃかっこいいね。もちろんケンシロウもかっこいいんですけど、はい、そう、違うかっこよさというか、そうですね、粋でちょっとお茶目なところもあって。めっちゃお茶目。そうですよね、風流で。いや、素敵。私、あの道井春太って本名なんですよ。はい。で、皆さんだからライター名とか、はいはいはい、つけてるのがすごい羨ましくて。なんか考えます。私、はい、番組で考えたことがあるんですよ。何ですか、教えてください。松ゆりやって言います。
マッツユリア、はい、あー、はい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 、マッツユリアと名乗ろうかなと。いや、いいじゃないですか。でも結構背負うものでかくないですか、リコとも。おマッツもユリアもまあまあ背負うにはちょっと、あの原先生の描く女性って多分背負うのすごい重い気がするんですけど。確かに、はい、いや別にその道井さんがどうとかっていう話じゃないですよ、はい、一般論的に、ま、そうですね、うん、いい女の代表、代表格みたいなとこあるんで、2つ掛け合わせて、掛け合わせる私が出てきます。倍増権ですから、それはもはや本当に。ただやっぱすごい好きな、うん、その女性からも愛される女性像っていうのはいいですよね。そうなんですよね、うん、静かになっちゃいましたね、2つとも。そうですね、刑事の話してるから、刑事の話してるから、俺の方がかっこいいだろうっつって。ごめんごめん、ケンちゃんごめん。さーん、まあ刑事9分の1ですか、すぐ、まあそうですよ、そうですよ、はい、すぐ僕もついに追加投手になります。お、さすが。おー、来ました来ました、久々、久しぶり、久々になりましたぜ。あ、じゃあやっぱ次ですね。いけ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 、うわーくぅ、6先輩、あれ金だ、あります、あります、これは金ですよね、はい、あれ黄色じゃないよね、金でした。ハート様、あー違う、ハート様でテンション上がってた、ハート様、おーい、赤ゼリフ、マジで悪口なんだよな、これから読みに旅立つ人に送る言葉じゃないよね。そうですね、そうそう、お前は痩せたらいいやつだ。そうそうそう、脂肪の塊にすぎんわもう。あ、梅屋さん、いやそろそろ梅ちゃん倒さないとっすわ。うわぁ、チャンスアップ欲しいです。パチン、割れろ、パリン、待って決まるの、あぁ、うん、いやどうでしょう、おーっと、どうでしょう、でもこれは大丈夫ですか、ヒントロップ出てたんですよね、はい、今いい角度で入ってますから、とどめだ、おー、よかった、おめでとうございます、よかったよかった、皆さんありがとう。優しくしてくれてありがとう。今最後顔で受けに行ってた感じあったんで、優しい、はい、避けれたと思うんですけど受けに行ってたんで、わざとだ。さあ194回転、総投資7500円なんで追加投資4500円でしたね。全然ですね、全然でございます。さあ4打数4安打になるか、すごいですね、それもしね、やったら、あー、失礼、さすがにそろそろ厳しそうな空気はあるが、 50% なんてものは勢いで通しちゃえばいいんです、はい、何もない、さすがに無理か、4回目にして、まあ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 、当たったことが大事、当たり癖大事、そう、当たり癖大事なんです。ご飯にしますか、わかりました、ちょっと混じりっけなしの通常なんで現状は、はい、完全に。あらっしょ、道のお話コーナー、いやー始まりました、前回に引き続きお話コーナーということで、うん、3回目ですよ、3回目、意外と早いですね、確かに、なんかもうあっという間ですね、ですね、なんで笑ったんですか、ちょっとやっぱ台本読んでるなと思って、台本は読むでしょ書いてくれてんですからですね、はい、はい、今回は何を話すんでしょうか、あ、じゃあ僕が最近 SNS で見かけて面白いなと思ったことを話してもいいですか、聞きたい聞きたい僕に合わせなくていいですよ本当に、まあそれがですね、うん、あの SNS を見ていてこれ流れてきた記事なんですけど、はい、毎年1年後の自分に手紙を出し続けている男性がいるという、まあそういう記事だったんですよ。おー面白そうですね、何書くんですか、これ面白そうですよね、はい、ちなみにその男性はお菓子のイラストを毎年書き足すっていう、うん、なんかちょっとファンシーな
可愛い、はい、お手紙を送ってたみたいなんですけども、はい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 、道井さんだったらこう何か書きたいこととかあります？書きたいことは分かんないですけど、送りたいものがあります、はい、何ですか？真心ですか？似たようなものですね、はい、10万円送りたいです。10万リアル長くあこれちなみになんで10万円なのか聞いていいですか？なんかあったら嬉しいじゃないですか、1年後。あ、まあまあ、忘れた頃に10万円届いたら、いやめちゃくちゃ嬉しい嬉しいですよね。お前よくやったなってなりますよ、過去の自分に、ね、はい、そうしたいです。なるほど特にこう使い道は任せる。まあ任せます。好きなもん買ってもいいし、はい、ホールで使ってもいいし、はい、10万円なんか自分に対して親がやるようなことをやるんですね、はい、道井さん可愛がっていきましょうよ自分を。なるほど。嵐さんは？僕はですね、なんだろうな、手紙です。手紙、手紙、人生においてまず手紙なんて書いたことがほぼないですね。あの中学生の時に、はい、確かにその恋文的なものは、まあ、誰にですか？いやそれは誰に言っても別に友達に書かないでしょ。愛しの、愛しの女の子に書いたような記憶はありますけど、素敵。何書くんだろう1年後。あんま嵐システムしない方がいいよとか書くかもしれないです、ね、アドバイスを。アドバイス1年後の自分に、はい、あれマジ当たらんぞってほんとやめとけって。やばい、そろそろ時間だ。あ、台本通りだというわけで、今回はこの辺でということで、はい、はい、この辺で質問や感想をじゃんじゃんコメントしてください。してください。視聴者の皆様、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。レインボーゲット落ちました。落ちました。終わるの、あれ来た。あーやったやったよしよしよし。本日の収録店は国際センター高田の馬場店さんでした。よろしければチャンネル登録といいねと通知音をよろしくお願いします。